美智子様から守った、窮地に立たされた皇后陛下を救った、天皇陛下のお言葉とは？皆さんは、上皇后である美智子様の心ない発言に対して、天皇陛下がどのような言い返しをされたかをご存知でしょうか？天皇皇后両陛下のインドネシア公式訪問中、天皇陛下が和やかな冗談を交えてお話になった際、美智子様が激しい怒りを示されたと伝えられています。美智子様は今まで皇后陛下に対して様々な妨害行為を行ってこられましたが、その度に息子である天皇陛下から糾弾され、宮内庁からも信頼を失われつつあるようです。また、美智子様は、令和になってからも、皇室を思い通りに動かそうと、様々な画策を重ねてこられたとされていますが、その具体的な内容が、関係者の証言とともに、次第に明らかになってきています。今や、美智子様は、自分の置かれた状況を、全く理解されていない、と、関係者からの批判も高まっているとのことです。今回は、美智子様が、天皇陛下からどのように指摘を受けたのか、その経緯を含めて、詳しくお伝えいたします。天皇皇后両陛下は、2023年6月17日から、インドネシアへの公式訪問を果たされました。この時のインドネシア訪問は、天皇皇后両陛下が揃っての、国際親善訪問として、実に21年ぶりの出来事となりました。インドネシア訪問を前に開かれた記者会見で、天皇陛下は、今回は二人でインドネシアを訪れることになり、私も大変嬉しく思っております。と、笑顔でお話になりました。新型コロナウイルスの収束により、海外訪問が再開されたこと、そして、療養中の皇后陛下の同行が実現したことで、国民からは、歓喜と称賛の声が多く寄せられました。さて、この公式訪問において、皇后陛下が医師団を伴わずに、全日程をこなされたことが、注目を集めました。さらに、皇后陛下は、当初の予定以上の行事にご出席になるなど、ご回復を示すご様子が、数多く見受けられたのです。皇后陛下は、2004年に適応障害とされて以来、長期にわたり、治療に専念されてこられました。体調不良により、公務にも支障をきたすとして、公務の際には、医師団が同行することが多かったといいます。しかし、今回の公務では、医師団なしで予定された全日程を完遂され、皇后陛下の着実な回復ぶりを国内外に印象づける機会となりました。ある週刊誌では、次のように報じられています。2004年の適応障害公表以来、雅子さまは、大野医師の下で、治療を継続されてきました。また、雅子さまのお誕生日に合わせて、医師団が病状についての見解を発表したのです。インドネシア訪問に際しては、出発直前に、宮内庁から医師団の不動向が発表されました。主治医不在の中での訪問であり、かつ一週間という長期の日程にもかかわらず、雅子様は予定外の行事にも次々とご出席になり、多くの方々と笑顔で交流を深められました。医師団の同行なしに、公務を全うされた皇后陛下に、国民は深い喜びを感じ、今後のさらなるご活躍への期待を寄せたことでしょう。しかしながら、そもそも皇后陛下は、医師団の同行が必要なほどの体調不良ではないのではないか、という見方も存在しています。以前から、皇后陛下のご容態は、報道されているよりも、ずっと良好なのでは、との指摘がされていました。ある報道では、次のように伝えられています。雅子様のご病状は、世間で伝えられているよりも、はるかに良好で、将来の皇后としての職務遂行に、何ら支障はない様子です。雅子様は、思う存分に活動できないことを嘆き、しばしば涙を流されていらっしゃいます。雅子様が、公務でご活躍になることを心よく思わない人物がいることなど、野村氏との話し合いでも言及されてきましたが、野村氏は、常に雅子様の復帰と、ご活躍を信じています。この野村氏とは、皇后陛下の信頼厚い側近である、野村一世氏を指します。野村氏は、皇后陛下のご尊父である、小和田久志氏と、ソ連大使館での勤務経験を共にした経験があり、皇后陛下を幼少期から知る人物でした。野村氏は、東京大学法学部を卒業後、外務省に入省しました。欧州や旧ソ連の在外公館での勤務を経て、中独大使や、
中露大使などの要職を担った経歴があります。皇后陛下は3から4歳の頃から野村氏のことを野村のおじさまと呼んで慕っていらっしゃったといいます。その後、皇后陛下のご結婚後、野村氏は2006年に宮内庁東宮大部に就任し、当時皇太子であられた天皇ご一家を支える立場となりました。2006年当時、皇后陛下は適応障害の治療中で、症状も深刻な時期でした。野村氏の任務には、皇后陛下の心を癒し、ご回復を支援することも含まれており、常に寄り添い、見守り続けてこられました。当時、症状悪化により、静養を余儀なくされた皇后陛下は、皇太子であられた天皇陛下と共に、公の場にお姿を見せる機会が限られていました。そのため、世間からの批判も強まり、公務もせずに、高級店で食事ばかりしているのでは、友人と贅沢な時間を過ごされているのでは、などの不当な非難が飛び交いました。このような批判が続く中、記者たちの厳しい質問に向き合い、耐え続けたのが野村氏でした。先ほどご紹介した野村氏の発言の中で、皇后陛下のご活躍を心よく思わない人物とは、一体誰を指していたのでしょうか。ある宮内庁関係者は、次のように語っています。野村氏の発言は、かなり婉曲的な表現で、言葉遣いも穏やかなものに留めてあります。本来伝えたかった内容は、医師団は、美智子様の差し向けたスパイではないか。美智子様は、雅子様のご活躍を、心よく思われていないのでは、という点です。野村氏は、医師団は、雅子様の情報収集だけでなく、雅子様は、病弱で、医師の付き添いが必要な皇族だという印象を、国民に植え付ける役割があり、そのために送り込まれたスパイなのでは、と指摘されています。宮内庁関係者も、同様の見解を示していました。そして、美智子様は、雅子様に、医師団を必ず同行させたいと考えておられたのです。もしこれが事実だとすれば、医師団は、雅子様のプライバシーまで信頼し、国民の印象操作まで行っていたことになります。野村氏は、雅子様の公務でのご活躍が増えれば増えるほど、美智子様の不快感が強まっているのではと、懸念を示されていました。宮内庁の侍従職の間でさえ、王の医師ら、医師団は、美智子様の差し向けたスパイではないか、という見方が広がっているとされています。当然、皇后陛下もご警戒されていたため、美智子様からの助言に耳を傾けることなく、今回の訪問では、医師団の同行を見送られました。そして、今回のインドネシア訪問では、医師団なしで、全日程を無事終えられたのです。さて、この度の訪問では、天皇皇后両陛下の和やかな表情とリラックスされたご様子が広く報じられ、話題を呼びました。皇室担当ジャーナリストは、インドネシアご訪問中の両陛下について、次のように語っています。19日に開催された、ジャカルタ郊外のボゴール宮殿での歓迎行事の後、雅子様は、インドネシアの伝統工芸である、バティック染めに挑戦されました。雅子様は、不慣れな作業で、ろうを布に垂らしてしまわれましたが、そのような場面でも、垂れてしまいました、と明るく話されたり、手が震えます、と、率直にお気持ちを表現されたりして、周囲を和ませていらっしゃいました。このように、雅子様が心から楽しまれている様子が国民にも伝わり、雅子様の優しい表情とお言葉が、周囲の人々の心を温めたのです。また、緊張感の漂う場面でも、天皇陛下のパートナーを温かく見守る、天皇陛下の慈愛に満ちた表情が、とても印象的でした。公務の際、周囲の方々がリラックスできるよう、天皇皇后両陛下は、意識的に親しみやすい言葉がけをされていたようです。6月20日夜に開催された、現地在住の日本人を招いたレセプションでも、天皇皇后両陛下は参加者の緊張をほぐすよう、和やかな雰囲気づくりに努められていました。AKB48 に所属して活躍していた、日本からジャカルタの JKT48 へと移籍し、JKT48 を卒業後もインドネシアで活躍しているタレントの中川遥香氏との会話は次のようなものでした。天皇陛下が昨日 JKT48 の皆さんにお会いしました。とお話になると、皇后陛下は、どのような経緯で移られたのですか?とお尋ねになりました。
これに対して中川遥氏はとても魅力的な国だと感じ、勢いで来てしまったのが始まりでしたと答え、両陛下も楽しそうに微笑まれていたそうです。天皇皇后両陛下はポップカルチャーについても話題に取り上げられ、対話する相手に関心を寄せながら会話を進められており、幅広い分野への造詣の深さが伺えます。様々な事象に興味を示され、周囲の人々を温かく包み込む度量の広さが感じられますね。かねてよりダジャレがお好きで、ユーモアに富んだ天皇陛下は、ダルマ・プルサダ大学で、日本語を学ぶ学生たちとの交流の際に、心のこもったダジャレを披露されました。ダルマ・プルサダ大学は、ジャカルタに所在しており、日本留学経験者らにより、設立された教育機関で、1991年には、上皇夫妻も訪問されています。天皇皇后両陛下がこの大学に到着されると、インドネシアの伝統楽器アンクルンによる上を向いて歩こうの演奏で盛大な歓迎を受けられました。そして日本語を学ぶ学生や元留学生など10名と交流されました。また日本語を専攻する4年生の学生とお話になった時に、天皇陛下は卒業論文は大変でしょうねと声をかけられ、その学生は、はい大変ですが、やるべき課題ですので、卒業のために頑張ります、と返答しました。さらに、天皇陛下は、うちの娘の愛子も、ちょうど今、卒業論文に取り組んでいるところです、とお話になり、皇后陛下も、そうなんです、4年生ですから、どうぞ頑張ってくださいね、と、天皇陛下のお言葉に寄り添いながら、学生の話に耳を傾けられました。天皇皇后両陛下は同年代の年の宮殿下の近況にも触れながら、インドネシアの学生との会話を楽しまれました。学生との交流の中で特に注目を集めたのが、日本のアニメファンだという現地学生とのやりとりです。その学生がナルトというアニメが大好きですと申し上げると、天皇陛下はすかさず、私はなる人ですと言葉遊びを交えてお答えになりました。このお言葉に、周囲の方々も皇后陛下も心から笑みがこぼれました。場が大いに沸く中、天皇陛下はハッとされたように、いや特に関連はないのですが、と付け加えられたそうです。このようなご発言からも、天皇陛下の温かいお人柄が伝わってきますね。天皇陛下のユーモアを交えたご返答に対して、国内外から称賛の声が寄せられました。しかし、そうした国民の反応とは対照的に、美智子さまは天皇陛下のこの機転を聞いた返答に対して厳しい批判を述べられたといいます。美智子さまは、あの子は質の低いアニメしか知らない不相応な人物と、天皇陛下のジョークに不快感を示し、厳しい言葉を投げかけられたとのことです。この美智子さまのご発言に対して、国民はもとより皇室関係者からも戸惑いの声が上がっているようです。しかし、美智子さまのこの批判には背景があったのではないかと、ある皇室関係者は次のように語っています。天皇陛下はユーモアを織り交ぜた振る舞いなどによって、皇室の固いイメージを一新されています。人々との心理的距離を縮め、国民との絆を深めることに成功していらっしゃいます。それに対して、今回の美智子さまの発言は理解に欠けるという指摘も出ています。美智子さまが天皇陛下のお言葉を非難された背景には、天皇陛下との関係悪化が影響しているようです。雅子さまがインドネシアで最高級ホテルを利用されたことについて、美智子さまは厳しい叱責をされたと伝えられています。美智子さまは雅子さまに対して、あなたはいつも贅沢が過ぎます、そのために国民から愛されないのです、私を見習いなさいと言われたそうです。このように雅子さまに対して厳しい言葉を投げかけられました。しかし、驚くべきことに、普段は穏やかで冷静な天皇陛下が、美智子さまのだから国民から愛されないのですという言葉に対して、国民から愛されていないのはお母様あなたではありませんかと反論されたそうです。天皇陛下の予想外の発言に、美智子さまも驚かれたようで、この親不孝者と涙ながらに声を荒げられたといいます。このような天皇陛下とのやりとりがあり、美智子さまは天皇陛下がインドネシア現地の方々と交わした言葉を批判されたのかもしれません。とりわけ、この天皇陛下のお言葉に最も衝撃を受けたのは、
美智子様ご自身だったことでしょう、と明らかにしています。美智子様の天皇陛下を批判するご発言に対して、皇室関係者からも困惑の声が上がっているようです。天皇陛下が意識的に砕けた表現やジョークを用いられるのは、相手との距離を縮め、その場を和ませる配慮があってのことでしょう。それを美智子様は否定的に捉えて発言されたことに対し、上皇后様は現状を何もご理解されていない、との批判的な意見が出ているのです。世間からは、このような天皇陛下のジョークについて、天皇陛下のアニメへの深い造形を示す新たな一面として、好意的に受け止める声が上がっています。また、アニメや漫画は、日本を代表する文化として、現在世界中で支持を集めているのも事実です。今回の天皇陛下のご発言により、国民だけでなく、日本文化に関心を持つ、海外の人々との距離も、より近くなったのではないでしょうか。天皇陛下は、文化のみならず、国民の関心事全般にも、広くアンテナを張られています。さて、2019年8月に静養のため、天皇ご一家は、栃木県の、那須御用邸を訪れられました。那須塩原駅前には、報道陣をはじめ、天皇ご一家を一目見ようと、大勢の人々が集まりました。猛暑の中、多くの方々が待機されていたため、天皇ご一家は予定を大幅に延長して国民との交流の時間を持たれました。厳しい暑さの中、汗は大丈夫でしょうか?と天皇陛下を心配する声に対し、天皇陛下はポケットからハンカチを取り出され、大丈夫です。持っています。ハンカチ王子ですから。とお答えになり、場が和やかな笑いに包まれました。皇后陛下も、歳の宮殿下も微笑んでいらっしゃいました。当時、高校野球で人気を博していた、斎藤佑樹投手の愛称を、ハンカチ王子になぞらえた、機転の効いたジョークでした。また、高校最後の夏休みを迎えられていた、歳の宮殿下も同行され、記者からの質問に、気さくにお答えになっています。日差しが強く、日焼けが気になりますね。との声かけに、歳の宮殿下は、海で日焼けして、もうすでに皮がむけてしまいました。と、その場の雰囲気を和ませていらっしゃいました。天皇陛下のユーモアに富んだお人柄は、歳の宮殿下にもしっかりと受け継がれているようですね。このように天皇陛下は、時代を象徴する話題を織り交ぜながら、ユーモアのセンスを発揮されてこられました。天皇陛下は、皇太子時代から時代に即した新しい公務のあり方を模索してこられました。先に登場した野村氏の話によると、天皇陛下は、日本社会や国際関係は刻々と変化を続けており、これからも変わり続けるでしょう。皇室の公務のあり方や性質も、その流れの中で見極めていく必要があります。という趣旨のお考えを示されていたそうです。天皇陛下のお気持ちや配慮を理解されないまま、一方的に批判を続けられた美智子様は、ますます孤立を深めているようです。すでに上皇后の立場となられた現在、美智子様には、令和の皇室への過度な介入を控えていただきたいとの声も、多く聞かれています。そして、皇室内に不要な対立や、圧力を生まないよう、静かに見守っていただきたいものです。さて、これらの出来事について、海外から様々な反響が寄せられていますので、その一部をご紹介いたします。美智子様は、そこまでして、雅子様の足を引っ張りたいのでしょうか。姑の嫉妬心は、度を超えています。ナルトは、決して低俗なアニメではなく、むしろ世界的な評価を得ている作品です。美智子様の批判は、的確とは言えないでしょう。天皇陛下は、理想的な夫君です。姑から妻を守っていらっしゃる。美智子様はいつまで皇后気分でいらっしゃるのでしょう。もう平成の時代は終わりました。どうか静かにしていてほしいものです。天皇陛下は美智子様から雅子様を守り続けていらっしゃるのですね。天皇陛下も美智子様の言動に疲れていらっしゃるのでしょう。天皇陛下のユーモアは皇室の形式ばった雰囲気を和らげ、親しみやすいものにしています。今後も天皇陛下にはこのような温かいお言葉を続けていただきたいですね。以上、海外からの声を一部ご紹介いたしました。美智子様の度重なる策略や批判に屈することなく、国内外で共に輝かしいご活躍を見せる天皇皇后両陛下への称賛の声が数多く寄せられています。
天皇皇后両陛下は対話する相手が緊張されないよう常に気配りをされ、笑顔で応対されるなど人々に寄り添うお姿勢を示しておられます。これまで以上に国民に近い皇室を体現されている天皇ご一家の今後のご活躍が一層期待されますね。敬宮殿下の進学先選びに大きな影響を与えた秘められた出来事とは。皆さんは敬宮殿下が一貫して学習院を選択された背景をご存知でしょうか。2024年、敬宮殿下が学習院大学をご卒業されました。敬宮殿下は非常に優秀な成績を収められており、東京大学や海外の一流大学など様々な選択肢がある中で学習院大学への進学を決断されました。このような進学先の決定には敬宮殿下のご意向はもちろん、天皇皇后両陛下のお考え、そして警備上の課題が関係していたようです。さらに学習院大学特有の安心感や皇族にとって馴染み深い環境であったことも重要な要因として考えられるでしょう。今回は敬宮殿下が学習院大学を選択された理由や天皇皇后両陛下の教育方針と敬宮殿下の成長に関するお考えを交えながら、進学先決定における複雑な事情について詳しくお伝えします。また敬宮殿下が学習院大学を選ばれたことによる将来的な影響や今後のご公務などのご活動における関連性も掘り下げていきます。まずは敬宮殿下の優れた学力や素晴らしい成績についてご紹介しましょう。敬宮殿下の学力は非常に秀でており、素晴らしい成績を収められ日本の教育界で高く評価されていました。常に最上位の成績を収め、他の生徒を寄せ付けないほど優れた頭脳をお持ちだったようです。特に語学力が卓越しており、中でも英語の成績は群を抜いており、英語のテストはほぼ毎回満点を取られていたといいます。これはまさに皇后陛下の教育やこれまでの海外での経験、また海外の王族とのご交流の成果と言えるでしょう。他の教科でも優秀な成績を収められ、ほぼ全ての科目で A を取得されていたそうです。学習院高等科在学中には偏差値72という驚異的な数値だったといい、この数値は上位 1% に位置することを示しています。東京大学合格も視野に入るほど、非常に優秀でトップレベルの成績だったといいます。もちろん学習院の偏差値も69と非常に高いのですが、敬宮殿下ほどの高い偏差値は極めて稀だと言えます。そのため敬宮殿下は学習院で常にトップの成績を維持され、学内では皇族という理由以外でも一目置かれる存在でもありました。敬宮殿下の学力の高さは一朝一夕で築かれたものではなく、絶え間ない努力の結果であると言えるでしょう。例えば漢字テストで満点を取れなかった際には、間違えた漢字を100回ノートに書くという課題を自ら課して実践しておられたそうです。また自発的に読書をされ、読めない漢字があればすぐに辞書で調べて読みとその意味、そして使い方までを習得されていたといいます。このように何事にも興味を持って取り組まれ、自主的に学ばれる姿勢は敬宮殿下の聡明さや勤勉さを表すものでしょう。敬宮殿下は学業で良い成績を取ることだけを目標にされるのではなく、常に学ぶことへの情熱を保ち続け、知識を日常生活に活用されていたのです。例えば敬宮殿下はテストの点数のための英語学習ではなく、海外の方々との交流を見据えて実践的な英語の習得に力を入れられました。英語などの外国語の学習にも強い関心を持ち、それらの言語を用いて積極的にコミュニケーションを図ろうと努力されているのです。その結果として英語のテストで高得点を獲得されています。また敬宮殿下の知識は多岐にわたり幅広いことでも知られています。知識を単に暗記するのではなく、理解を深めることで応用できるよう学習されています。学習院高等科においても厳しい学習環境や条件の中で数多くの課題に取り組み、見事にこなされてきました。その学習への意欲や継続的な努力によって、素晴らしい成績を収めてこられたのです。
実際に、利宮殿下の学力の高さや、優秀な成績は、教師や同級生などの周囲の人々からも称賛されています。教師陣からも、愛子様のような優秀な方は、滅多にいらっしゃらない、と、お世辞ではなく、心からの尊敬の声が上がっているのです。利宮殿下の知性は、学校内だけでなく、社会的にも認められています。利宮殿下の優秀さは、テストの点数や成績だけでなく、学ぶ姿勢や情熱にあるのでしょう。未知のことを知ろうとし、新たな知識を常に吸収しようとされています。そして、その知識を自分のものにするために、努力を惜しまない姿勢が、多くの国民の心を捉えているのでしょう。利宮殿下の学びへの姿勢は、自然と周囲の同級生にも、良い影響を与え、大きな励みとなっていたようです。次に、利宮殿下の進学先の選択について見ていきましょう。利宮殿下が、高校卒業後に、どこの大学に進学されるのか、日本国内に限らず、世界中からも注目を集めていました。どの大学に進学するかは、皇族の場合、個人の問題だけでなく、国民の関心事でもあります。そのため、利宮殿下の進学先について、国民の間で様々な憶測が飛び交うなど、注目を浴びたのです。利宮殿下は、多くの大学の中で、学習院大学と東京大学のどちらにするか、迷っていたと言われています。学習院大学は、皇族が多く在籍し、伝統のある大学で、利宮殿下にとっても、馴染み深い学校でした。一方、東京大学は、日本最高峰の大学として知られ、学問を追求するための環境として、申し分のない学校です。その他にも、皇后陛下が留学された、アメリカのハーバード大学や、イギリスのオックスフォード大学など、国内外の名門大学も、候補として挙がっていました。特に、オックスフォード大学は、天皇皇后両陛下が留学された学び屋でもあります。これらの大学は、世界的にも実績のある教育機関で、国際的な視野を広げ活動するには、理想的な大学と言えるでしょう。そのため、利宮殿下が、このような海外の名門大学に進学されれば、国際的な活躍も、大いに期待されます。利宮殿下にとって、進学先を選ぶということは、学びを深める場所選びというだけではありませんでした。関心のある活動への知見や経験、そしてご自身が皇族という特殊な立場で行っていくだろう。ご公務や国の在り方との共存などを踏まえ、社会的な影響までを考慮した選択を迫られるのです。最終的に、利宮殿下が選択された進学先は、学習院大学でした。進学先を学習院大学に決定された背景には、学びを深める場としてだけでなく、利宮殿下のご希望や家族の意向、皇族としての立場や将来を見据えた複雑な理由があったと言われています。一つ目に、警備体制などの安全面です。皇族の安全確保は最優先事項と言っても過言ではないでしょう。学習院大学は伝統ある大学であり、これまで多くの皇族が通学されてきたため、警備体制は万全でした。学習院大学と同レベルで警備体制を整えるには、他の大学では新たに厳重な警備を敷く必要があり、学生や教職員にまで影響を及ぼしかねません。また、万全な警備体制が敷かれているからこそ、他の生徒たちと一緒に安全に学びに集中することができます。もし、利宮殿下が学習院以外の大学に進学されていた場合、警備体制の強化はもちろん、他の学生への影響も懸念されたのです。二つ目の理由として、母である皇后陛下のお考えが挙げられます。皇后陛下は、大学選びにおいて、学力や偏差値だけでなく、利宮殿下が馴染みを感じ、慣れ親しんだ安心できる環境で、勉学に励まれることを望まれていました。利宮殿下にとっての学習院大学は、幼少期から通っていた、親しみのある同じ系列の学校です。これまでの学業の延長線上にある、学習院大学で学ぶことは、学問を深める上で、大きな安心感があったことでしょう。また、学習院大学は、皇族が多く通われてきた、歴史のある大学なので、特別なカリキュラムや、支援体制がすでに整っています。新しい環境での学びは、人生においての新たな挑戦であり、大きな刺激となります。しかし、皇后陛下としては、
利宮殿下には慣れ親しんだ環境でリラックスして学んでほしいと望まれていたのです。利宮殿下がご自身のペースで引き続き学問に打ち込むためには、このような体制がすでに整備された環境を選ぶことが最適であると、皇后陛下はお考えになっていたのかもしれません。その点においても、学習院大学は親しみのある学校であり、最適な選択だったのです。三つ目に、父である天皇陛下の影響があったと言われています。天皇陛下も学習院大学で学ばれており、尊敬するお父様と同じ大学を選択するのも非常に自然な流れとも言えます。また、敬愛する天皇陛下と同じ道をたどることは、利宮殿下にとって大きな意味があったのかもしれません。お父様と同じ学び屋で学問を極め、皇族としての自覚を新たにすることは、今後のご活動においても大きな助けになったことでしょう。このように進学先を学習院大学に決定されたのは、将来を見据えた成長と学びへの利宮殿下の意欲だけでなく、ご家族のお考えや影響を大切にされたからなのです。学習院大学という選択は、利宮殿下が皇室の慣習を守りつつ、ご自身の学びも深められるという、結果的に非常に理にかなった選択となりました。こうした経緯があり、利宮殿下は学習院大学文学部の日本語、日本文学科への進学を決意されたのです。宮内庁は、利宮殿下が評価基準となる実力考査を2回受験され、学習院の高等科から推薦入学されることを公表しました。利宮殿下の学びへの姿勢や、ご両親の影響、国民への配慮や、国民からの期待など、様々な要因が複雑に絡み合う中での進学先選びだったようです。最終的に学習院大学を選択されたことで、利宮殿下はご自身の信念や学びへの意欲、ご家族のお考えも見事に両立されました。利宮殿下のご入学に際し、天皇陛下は2020年2月23日の誕生日の前に開かれた記者会見で、次のようにお話になりました。本日、学校側から愛子が希望していた学習院大学文学部日本語日本文学科への合格通知をいただきました。進路については、本人から私たちにも相談がありましたが、本人の意向を尊重しながら、できる範囲で助言をしてきたつもりです。希望の進学先に進めることを、愛子はもとより、私も雅子もとても喜んでおります。と、笑顔でお話になりました。そして、利宮殿下は、天皇陛下のご出身と同じである、文学部で学びを深められることとなりました。利宮殿下が文学部を選択された理由を、宮内庁の関係者は、次のように語っています。皇族の方々は、伝統的に、学習院大学に進学され、その多くは、法学部政治学科を専攻されています。天皇陛下と、同世代の、三笠宮智仁殿下や、桂宮殿下、秋篠宮殿下も法学部政治学科で学ばれました。皇族の方々にとって、専攻の選択は比較的自由度が高く、政治学を学ぶことも認められる傾向にあります。しかし、天皇直系の長子である天皇陛下は、他の皇族の方々とは異なり、そのお立場から、現行憲法の下では、政治と一線を画さなければなりません。そのため、天皇陛下には、政治学を選択するという選択肢はありませんでした。利宮殿下も同様に、天皇家の直系長子として、ご自身の選択を考慮され、結果的に、お父様である天皇陛下と同じ道として、文学部を専攻されたのかもしれませんね。と、利宮殿下のご決断について説明しています。専攻だけでなく、大学選びにおいても、利宮殿下は他の皇族の方々とは異なる道を選ばれました。利宮殿下は幼稚園から大学まで一貫して学習院で学ばれてきました。一方、秋篠宮家の次女の佳子さまや小室圭さんとご結婚されて皇籍を離脱された眞子さんは、高校までは学習院で学ばれましたが、大学は国際基督教大学を選択されました。長男の悠仁さまは幼稚園からお茶の水大学附属を選ばれていますので、より自由な選択をされてきたと言えるでしょう。最後に、利宮殿下のご卒業と、その後のご公務や活動についてお話しします。
敏宮殿下は中世の和歌をテーマに卒業論文を執筆され、学習院大学をご卒業されました。卒業式を前に、敏宮殿下は日本赤十字社への就職が内定していました。そのため、ご公務と両立しながら、嘱託職員としてお勤めになることとなりました。学習院大学ご卒業に際しての文書回答で、敏宮殿下は次のようにお言葉を述べられました。この度、学習院大学文学部、日本語、日本文学科を卒業するにあたり、まず、お世話になりました先生方や、職員の皆様をはじめ、大学関係者の方々、日頃から温かく接してくれた友人、そして、大学生活をそばで支え、見守ってくださった天皇皇后両陛下に、心からの感謝を申し上げたいと思います。4年間の大学生活を振り返ってみますと、中学や高校の3年間よりも、あるいはそれ以上に短く感じられる一方で、一日一日は非常に濃密で多くを学ぶことができた日々であったと感じています。思い返せば、新型コロナウイルス感染症の拡大と同時期に始まった大学生活でした。経験したことのないオンライン授業、インターネット上での課題のやり取りなど、最初は操作方法もわからず、不慣れな手つきで恐る恐る画面を開き、授業を受けていたことを懐かしく思い出します。このように回想され、非常に充実した大学生活を振り返られました。敏宮殿下は、晴れやかな袴姿で、学習院大学を卒業され、人生の新たなステージへと進まれました。ご公務では、皇族としての責務を果たしながらも、現代に即した皇族の役割を体現し、新しい時代を切り開いておられます。敏宮殿下は、新たな役割に対しても、真摯に向き合いつつ、これまで培ってこられた知識を活かし、活動の幅を広げていらっしゃいます。単なる形式的、儀礼的なご公務ではなく、実社会に貢献するような、具体的な活動をされているのです。敏宮殿下は、日本赤十字社にて、青少年ボランティア活動推進室に所属され、若者たちのボランティア活動を支援されています。この取り組みは、次世代を担うリーダーシップの育成や、社会貢献活動の重要性を広く認識してもらう一助となっており、敏宮殿下が、その象徴としての役割を、十分に果たしていらっしゃるのです。敏宮殿下は、若者たちと直接交流しながら成長を促し、支援されています。その紳士で、誠実な敏宮殿下のお心は、私たちに感動と感銘を与えているのです。その他のご公務でも、皇族としての伝統を守り尊重しながらも、現代社会のニーズに応えていらっしゃいます。国内だけでなく、海外の行事にも積極的に参加され、その分野は多岐にわたります。例えば、地域のイベントや、国際的な会議やシンポジウムにも、熱心に出席され、敏宮殿下は、日本の象徴としての役割を果たしておられます。国際的な友好と交流を促進するべく、敏宮殿下は、その聡明なお姿とともに、国民が理想とする振る舞いをされているのです。ご公務における、誠実な姿勢や、敏宮殿下の一貫した取り組みは、国内外を問わず、多くの人々から高い評価を受けています。あらゆる活動を通して、皇族としての責務を果たすだけでなく、社会全体に対して、非常に良い影響を与えていらっしゃいます。多くの国民は、敏宮殿下のお姿に励まされ、勇気づけられているのです。ボランティア活動に励む、敏宮殿下の姿勢は、多くの若者たちの模範となっており、社会貢献の重要性を再認識する、貴重な機会を提供してくださっています。社会への貢献に注力され、ご自身の学びや成長に対する努力を惜しまない、敏宮殿下のお姿から、皇族としての自覚と責任感を強く感じます。敏宮殿下は、社会人となられた今、学びの場を社会に移され、様々な問題に対する理解を深めておられます。だからこそ、敏宮殿下のご公務は、責務を全うするだけでなく、社会的な影響力を持っているのでしょう。皇族としてだけでなく、一人の人間として、常に成長し続けているからこそ、私たち国民は、敏宮殿下のお姿に感銘を受けるのです。敏宮殿下のご公務は、日本社会における重要な役割を担っており、皇族という概念をも刷新するほどの影響力があります。皇族としての伝統を守りつつも、
新たな価値を創造する基盤を築く活動は、これからの日本にとって不可欠な取り組みと言えます。敏宮殿下の活動は、我が国の発展と国民への希望を与え続けることでしょう。さて、これらの敏宮殿下のエピソードについて、海外から様々な反響がありました。その一部をご紹介します。愛子さまが、国民と天皇皇后両陛下のために尽くしたいと、強く願っておられるのが伝わってきます。優秀な愛子さまの今後の活躍が、大変楽しみです。学習院大学をご卒業され、ご公務にも、さらに熱心に取り組まれることでしょう。愛子さまの素晴らしいお姿を拝見すると、勇気が湧いてきます。美しく聡明なお姿の愛子さまは、日本の誇りだと言えるでしょう。今後も彼女の活動がさらに広がることを願っています。愛子さまの姿は聡明で美しく、いつも魅了されます。皇族の模範となるような愛子さまには、ぜひ皇族としてあり続けていただきたいです。これからも皇族としての愛子さまを見守っていきたいと思います。敏宮殿下は実直で本当に頼もしく感じます。このような方に、これからの時代、これからの日本を担っていただきたいですね。今後の活動がますます期待されます。敏宮殿下の聡明でまっすぐなお姿は多くの人々に感銘を与えているようです。新しい時代を築くために邁進される敏宮殿下の姿勢は多くの若者たちを牽引し、その活躍に期待する声が多く聞かれています。国内外を問わず多くの人々から高く評価される敏宮殿下の影響力は非常に大きなものであるようです。今後も敏宮殿下がご公務やお仕事に限らず幅広い分野でご活躍され、日本の皇室がますます繁栄していくことを願ってやみません。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。